ここはメリガイニシアティブを通じてアメリカから機材と戦略的支持として16億ドルの支援を受けた。しかし2012年の第67回国連想会でメキシコ、コロンビア、グアテマラといったラテンアメリカ諸国の大統領は薬物の流通を制限するという証拠は乏しくメキシコで6年間で6万人の死者を出したため政策の変更を提案した。 薬物戦争とは、日本では、麻薬戦争とも呼ばれ、3カ国の協力のもとに違法薬物の取引を削減することを目的として行われた、アメリカ合衆国連邦政府による国外での軍事支援及び軍事介入を表す用語である。麻薬戦争の取り組みは、違法な抗精神薬の生産、流通、消費の阻止を目的とする、一連のアメリカ合衆国の薬物政策を含む、 この用語は1971年6月17日にアメリカ合衆国大統領リチャード・ニクソンによって初めて用いられた。2009年5月13日、アメリカ国家薬物取締政策局局長ギル・ケルリコースキーは薬物における実施政策を大きく変更する計画はないが、アメリカ合衆国大統領バラク・オバマが逆効果だと主張する。 薬物戦争という用語を使わないと伝えた。2011年6月、薬物政策国際委員会は、薬物戦争に関する批判的な報告書を公表し、世界規模の薬物との戦争は、世界中の人々と社会に対して悲惨な結果をもたらし失敗に終わった。国連麻薬に関する単一条約が指導し、数年後にはニクソン大統領が、 アメリカ合衆国連邦政府による薬物との戦争を開始したが、50年が経ち、国家及び国際的な薬物規制政策における抜本的な改革が早急に必要であると宣言した。この報告書は薬物の合法化に反対する団体により批判された。アヘン戦争はアヘン取締りが原因で起きている。 1950年代からビルマ族と他の少数民族との内戦が続く。ミャンマーでは旧ビルマ共産党を含む多くの反政府勢力が資金源として麻薬ビジネスに関わっていた。1961年に国連麻薬に関する単一条約が採択された。世界の麻薬密造地帯、黄金の三日月地帯及び黄金の三角地帯も 参照1967年にはビルマラオス大国境付近で、君差率いるモンタイ軍と中国国民党残党による密輸キャラバンと旧ラオ総国軍との間で戦闘が発生している。この戦争の結果、国境内戦後にタイに侵入していた中国国民党残党は太陽国軍によって武装解除と強制退去をさせられ、君差は後にビルマ政府に 逮捕されて、またのメンバーが半減するなど一時的に大打撃を受けた。1971年2月21日には、ウィーンにて、先の条約によって規制した、以外の薬物の乱用を抑止するために、抗生新薬に関する条約が採択された。薬物戦争の用語は、1971年6月17日に、アメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソンによって、 初めて用いられた。当時、ビルマ式社会主義体制において、アメリカ合衆国とは、軍事協定を何ら結んでいなかったビルマ連邦に、対しても、麻薬を資金源とするビルマ共産党や軍ラ軍閥が存在していたことから、大麻薬計画として限定的な装備や教育の提供が行われていた。ニクソンのアドバイザーであったジョヌ・アー・リックマンは、ニクソンは黒人と、 反戦活動者を逮捕するために薬物取締りを利用したと1994年に改装している。ロナルド・レーガンが軍事援助と引き換えに国家撲滅作戦を展開し、時の大統領ハイメパスサモラをして、この国を支配するのはアメリカ大使館だとまで言わせたボリビアでは、人々の生活に欠かせない国家を排除することへの反発から、反米のエボモラレスが大統領になった。 麻薬単一条約からも脱退していたが、国内消費に限り容認させる重宝付きで復帰。ジョージ HW ブッシュ政権下では、1989年12月に麻薬取引に関わったマヌエル・ノリエがを捕まえる名目でパナマ侵攻を起こした。同年、コロンビアではメデジンカルテルとカリカルテルを壊滅するため、政府を支援している。詳細はメキシコ麻薬戦争を、 参照世界の違法なアヘンの生産量は1971年の990トンから1989年の4200トンに増加し2007年には国連は8800トンとなり最大生産量に達したと報告したアメリカで1990年代の10年間でコカインの使用量は増加し2008年の国連の 調査でも国家の葉を生産するためのコロンビアの土地は根絶計画に反して劇的に拡大した。つまり1990年代以降、麻薬戦争は全面的に失敗であるという意見も増加してきた。ジョージ・ w ブッシュ政権下ではメリカイニシアティブを実施して支援を開始し2006年12月にメキシコのフェリペ・カルデロン大統領は就任直後から 大規模な麻薬密輸組織相当作戦に乗り出したが治安当局への報復攻撃などにより4年間で死者が3196人に達した。2009年にはメキシコではヘロイン、マリファナ、コカインの個人所持が合法化されることになる。2009年5月13日、アメリカ国家薬物取締政策局局長ギル・ケルリコースキーは薬物における 実施政策を大きく変更する計画はないが、バラク・オバマ政権が逆効果だと主張する薬物戦争という用語を使わないと伝えた。米国でのヘロイン化剰摂取による死亡数米国でのコカイン化剰摂取による死亡数2011年6月、薬物政策国際委員会は薬物戦争に関する批判的な報告書を公表し、世界規模の薬物との戦争は 世界中の人々と社会に対して悲惨な結果をもたらし失敗に終わった。国連麻薬に関する単一条約が指導し、数年後にはニクソン大統領がアメリカ合衆国連邦政府による薬物との戦争を開始したが、50年が経ち国家及び国際的な薬物規制政策における抜本的な改革が早急に必要であると宣言した。 この報告書は薬物の合法化に反対する団体により批判された。2012年の第67回国連想会ではメキシコ、コロンビア、グアテマラといったラテンアメリカ諸国の大統領は薬物の流通を制限するという証拠は乏しく暴力につながるこうした政策の変更を提案した。メキシコではカルデロンの任期中6年間に 薬物に関連した暴力により死者は6万人を上回り、コロンビアでは撲滅運動に関わらず依然として、コカインの世界最大の生産地の一つである。2013年の国連の薬物、乱用防止令において、法の支配は一部の手段でしかなく、罰することが解決策ではないという研究が進んでおり、健康への負担や収益者を減らすという目標に沿って、人権や公衆衛生、 また科学に基づく予防と治療の手段が必要とされ、このために2014年には高度な見直しを開始することに言及し、加盟国にはあらゆる手段を考慮し、開かれた議論を行うことを強くする。2016年には国連薬物特別総会2016が開催される予定である。総会は2016年4月19日から21日に、 ニューヨークにて開催される。以前の総会は1998年に開催され、加盟国には非現実的な薬物のない世界という目標が課された。近年では、当のアメリカの一部の州において大麻が批判罪化されているだけでなく、ポルトガルは完全に薬物を批判罪化し、ラテンアメリカ諸国でも制限を緩めているところがある。2017年に、 大統領ドナルド・トランプは、麻薬による中毒死が急増しているというオピオイドによる危機について国家非常事態の宣言を予定し、これは公衆衛生上の非常事態の宣言となった。こうした死亡を減らす取り組みには、職業訓練を行う一方で監督か注射施設を用意することであり、カナダでは35%の死亡の減少。 全国的に展開するスイスでは半減している。これを実施するためにはアメリカ合衆国は薬物戦争を終わらせなければならず、そのための準備はまだない。2016年よりフィリピンではロドリゴ・ドゥテルテが麻薬戦争を起こす。2018年薬物問題に関連する世界177の非政府組織から成り立つ。 国際薬物政策コンソーシアムは違法な薬物市場を撲滅するという取り組みは効果が乏しい上に健康、人権、治安への悪影響があると報告した。メキシコでの2017年の殺人件数は麻薬関連犯罪によって記録を更新しフィリピンで開始された取り締まりにより2万7千人が死亡。アメリカでは2017年に過剰摂取で7万人が死亡した。 2018年11月、国連システムは、科学的証拠に基づく、人権に基づく、人間中心の対応を支援するために、国連システムを活用することに焦点を当てていくとし、健康と人権を中心とした政策を支援する。メキシコでは、大統領が2019年初に、麻薬戦争は終わった。我々は、平和を望むと発言し、5月には、 薬物の所持を非犯罪化し取り締まりに使っていた資金を薬物依存症の治療に使う計画があることを明らかにし、アメリカ合衆国にも追従するよう求めた。2019年6月、国際麻薬統制委員会は麻薬の懲罰に死刑の廃止を推奨し、政府当局による暴力は懸念であり、個人的な使用のための薬物少量所持のような軽微な違反には、 懲罰ではなく治療回復、社会への再統合といった大対策の可能性もあると声明を出した。単語としては、ドラッグが薬物であり、ナーコティックが麻薬であるが、防音ドラッグスには、ナーコティックの語は含まれてはいない。ありがとうございます。